カナダ植民地立法議会はカナダ植民地の会員である。カナダ植民地は1840年の連合法によってカナダインストとカナダウェストが統合してできたものである。議員はカナダインストとカナダウェストからそれぞれ42名ずつ選出される。日本語では立法議員や代表議会と訳されることもある。これに対して上院のことは 立法評議会という。最初の議会は1841年にカナダウェストのキングストンで開催された。第2回議会と第3回議会の初めの会期はモントリオールで開催された。1849年4月25日、反乱損害保障法に抗議するボートが議事堂に火をつけたため、残りの会期はトロントで開かれることになった。その後の議会は、 ケベックシティやトロントで開かれたが、オタワがカナダ自治療の首都に選ばれたことで、1866年の第8議会はオタワで行われた。ボンスクールマーケットアッパーカナダ及びオンタリオ州議会議事堂、カナダ植民地議会、1849年から1850年連合カナダ、植民地の議事堂はトロント、キングストン、モントリオール、ケベックシティ。 おたわを転々としている。議長はイギリス系とフランス系が交互に就任する。この伝統はカナダ議会会員の議長にも受け継がれている。ありがとうございます。